皆さんこんにちは。国家非常事態対策委員会キャスターの水沢美香です。コメンテーターはいつものお二人にお願いいたします。まずお一方は空手道本庁武道総本庁総裁マイケル・ジャクソンのファーザーとしても知られております日本テレビ報道協会 JRP テレビジョン総裁の長野井大覚氏です。もう一方は国際ジャーナリスト革命家としてもご活躍のベンジャミン・フルフォードさんです。よろしくお願いいたします。まず最初に今日はベンジャミンさんにお聞きしたいんですけど、先週の終わりにシリアのこと私大丈夫かってお聞きしたらシリアで戦争が起きてしまいました。このシリアの件についてかなりの情報入ってますので説明しますけれども、アメリカ軍の参謀のゴードン・ダフという人間などから連絡ありまして、で実際にシリアの現場で、状況を調べた人たちによるとですね、ホワイト・ヘルメットというインチキ劇団がシリアでその、フソガスね、サリンガスじゃないガスをばらまく、その芝居をやったんですよ。で一部実際に子どもも殺されたんですけれども、これは全くのハザールマフィア、イスラエルによるやらせなんですよ。でトランプはこれもカリフォルニアの裁判に提供された証拠資料やアメリカ軍が入手したビデオで確認取れるんですけれども、トランプ大統領は12歳のマリーという女の人を殺した、そのビデオがありまして、ジェフリー・エプスティンという人の島に行くときにですね、権力者たちみんな、児童とセックスなどをすることを斡旋されて全部録画されてるんですよ。それで、ルイス・アイゼンバーグや、他のハザールマフィアに脅迫されたために、トランプ大統領選手いきなり方針を180度変えてネオコンみたいなことをやりだしたんですよ。ところがアメリカ軍がそのことを分かって事前にロシアにトランプが攻撃をすると通知しまして、それでその攻撃が無効になるようなこう裏協力ありました。で逆にこれを命令したトランプがそれによって支持層を失いました。これは特にペンタゴン、CIA、NSA などの当局の支持をなくしましたので、これでトランプ大統領は長くないということは聞いてます。さらに言うとですね、今週中にですね、こう日本でガステロや何かのテロを予定してたんですよ。それも北朝鮮のせいにして、それで北朝鮮の攻撃をしようとしたんですけれども、その工作は止められましたので安心してください。もし万が一日本のがこの界隈で何かのね、とんでもない大量殺人テロがあったとしても、絶対これは北朝鮮の仕業じゃなくてハザールマフィア。なんでそこまでこの人たちやってるかというと、どうしてもこの人たち倒産に向かっているので、第三次世界大戦を起こそうとしてたんですよ。だからまずシリアでロシアとアメリカの衝突を起こそうとしてて失敗しました。今度、日本でもこうアジアでもなんとか北朝鮮絡みで戦争を起こそうとしてるけど、それもやらせてもらえないので、いくらこの、トランプがこう怒鳴ってもアメリカ軍が絶対にアジアでも戦争をやらせないと断言しているので、ご安心ください。総裁、今のことなんですが、私がちょっと調べたところによると、 UPI で2016年の3月の記事で、北朝鮮兵士がシリア政府軍に加わって戦闘したっていうことが出ていたりとして、でシリアと北朝鮮の関係っていうのはもともと深くで、各国開発とかサリンとかそういう有毒ガス、そういうものも一緒にこうして、北朝鮮軍が日本にとっては脅威っていうことは事実ですよね。事実ではありません。どうしてですか。ハザールマフィアが悪いのは分かります。ですが実際今のベンジャミンさんの話でも、日本がやられても それは北朝鮮のせいじゃないとおっしゃります。あ、北朝鮮のせいじゃないとおっしゃいますか。やられちゃうんですよ日本は。ということは日本はやられないために
防衛やらしっかりしなきゃいけない、両方ともどうしてベンジャミンさんは安倍総理や麻生総理には言ってくださるのに、どうして北朝鮮には日本にミサイル撃つなとか中国ミサイル向けるなって言ってくださらないんですか。やられるのは日本人なんですよ。どうして私たちは、もう本当に日本のこと考えてるとは思えない、中国のこと考えてらっしゃるんじゃないか、白竜会って中国なんですか。私たちは日本人の身を守らないといけないんです、うん、その辺のことを本当に教えてください。どういうことでしょうか。まず事例が一つありますか。日本人が実際にやられた事例ないです、ね、あったとしても、例えばサリン、前は地下鉄サリンガースはオウム真理教の裏を書いたらですね、これやったのイスラエルなんですよ、北朝鮮ではありません。それを理解しないと、日本を脅かされているのでも、脅かしているのはハザールマフィアなんですよ。それを理解しないと、要するに間違った敵に向けようとしてるんですよ。そういう心理操作の人たち非常にうまいので、北朝鮮の人間に取材したら、あの人たちがイラクがやられたのを見て、自分たちも同じ悪の枢軸って言われたから、自分たちがやられないために仕方なく核を持つようになったと向こうは言ってるんですけれども、で確かに日本、いざとなれば日本を攻撃できるよというのは見せてるんですけれども、実際にあの人たちは日本を攻撃した試しはないので。撃ってますよ。間違えたら漁民は死んでました。弾道ミサイルを何回も撃たれて、そのために漁民たちの生活は脅かされてます。どうしてでしょうか。一度も日本にミサイルは届いてません。でももう水域に入ってまして、生活も脅かされているんです。命も狙われています。どうしてですか。それは今日本のマスコミがハザールマフィアに管理されてて、そのハザールマフィアが今日本人に恐怖心を煽る心理キャンペーンをやってる最中なんですよ。この人たちこういうの非常に上手なので、要注意、ただなるべく本当に起きたことを見て事実を確認して、冷静に現実を見て事実確認を取ってください。今ね、彼の言ったサリンガスおよび VX ガスとかですね、生物化学兵器は北朝鮮がシリアへ以前に持ち込んでたことは事実。これ北朝鮮は医師部隊の延長線で持ってるんだよ。九字軍の医師部隊が開発したらそのまま13年にね、オバマ大統領が同じようにサリンガースが、シリア政府がサリンガースを使いましたと、シリアを攻撃しなきゃと呼び出しました。その時、国連の調査団行って、調査団が現場を検証した結果は、サリンガースを出してたのは反シリアのハザールマフィア傭兵部隊なんですよ、それはガーディアン新聞など、国連のリポートで第三者機関で、今回に関しても、ロシア政府は国連などに対して第三者機関、客観的に現実を調べてくださいと言ってるんですよ。僕もその通り、ね、第三者、関係のない第三者が事実を検証しますと。今現在はシリアにはそういう生物化学ガス兵器はないこと。で、これは間違いないから。で、この今ベンジャミンが言った、このいわゆる子供たちがガスを浴びて死んだとか、多数の人が被害を受けたというのは完全なるでっち上げである。そう、スウェーデンの医者団がその、この前発表されたビデオを見まして、彼らのこれスウェーデンの医者団ですね、の調査では、その映像で映っているのはアヘンズ系の赤ちゃんが医者さんによって注射器で殺されている映像だったわけで、もしサリンガスの被害者だったら、その医者たちがそういう、こう宇宙飛行士みたいな、その生物兵器の時に使う衣装をしてたはずなんですけども、普通の手とマスクなしでやってるからサリンガスではないと、専門家が今断言してます。で、とにかく気をつけてならないのは、この人たちが今逃避行使祭なんですよ。4月10日から確か16か18日その間に、まず取り越したら何だったかというと、昔彼らの神様という人間が、罪のないエジプト人の赤ちゃんを殺したり、生物兵器をばらまいたり毒殺をしたりしてたことをあの人たち祝ってるわけですよ。で、このためにこの間に
もう一回その罪のない人たちを自分たちの政治目的のために殺そうとしているから、何かが起きたら必ずこれはハザードマフィアですから、これを止めたいなら CSIS の本部、東京タワーの近くの本部行けばいいんです。そこは司令塔なんですから、あそこを行けば日本に対するテロを止めることができる。正しいところに目を向けて事実を検証してパニックに陥らないで現実を見てください。特に自衛隊、警察官僚などにそれをお願いしてます。騙されないでください。中国も日本を攻めてくる、北朝鮮も攻めてくることは一切やめていただきたいです。で、総裁、昨日私国会に行ってきたんですけど、はい、参議院の資源エネルギー調査会を傍聴してきました、うん、で実際具体的にいろいろなことが話し合われてるんですけど、私が特に注目したことは自民党の青山繁晴議員が、うん、もしも北朝鮮からミサイルが飛んできた時、原発が狙われたら実際どうなるんだろうかということを具体的に官房副長官や規制委員会、原発規制委員会の方に質疑応答で答えていただいたり質問されたりしてたんですけど、政府 もうそうやって実際に日本人が死ぬかもしれない、大量に一部やられてしまうかもしれない、そういう状況の中で大丈夫だ大丈夫だ安心しろっていうふうにずっと言われ続けて、私もこの国家非常事態で最悪なことが起こるかもしれないから、その時にリスクを伝えるということが、国民に伝えるということが私たちの役割のはずなのに、そのことをしないように私は抑えられてきた。でそれは国民の利益じゃなくて北朝鮮は中国の利益になっているように感じた。それがだから今ね、はいはい、まあ、カール・ウィンソンも来てる、ね、それから駆逐艦も来てる、それからこのロナルド・レーガンもやってくる。これはもう完全なる、ね、戦闘態勢の準備だ。だから一触即発の状態である。準備しないといけない時期ですよね。いや、だから非常事態というのは間違いない。安心できないですよ。いや、国家の非常事態であることは間違いない、はい、しかし先に米側がシリアにトマホークを撃ったようにバーンとミサイルを撃ち込むかと、最初に撃ち込めば反撃が来るだろうから、日本もターゲットに入る。ここで日本は巻き込まれるわけです。完全なる戦闘に入っちゃうわ。だから今現在はもう戦闘準備の国家非常事態体制をこの日本は取るべき時期なんです。でその割にはのんきにやっとるそうですね。マスコミも何も、ね、だからやっぱりベンジャミンの言うことはカザルマフィアが全部、そこは認めます。それだけじゃない、さらに言わせてもらうわけ、これ北朝鮮へのお願いですけれども、仮に攻撃されたとしてもその攻撃が本当に指令したところを見てください。絶対日本ではないので、間違って、日本先手攻撃受けたとしても間違って日本のせいにしないで、正しいところを見て本当に攻撃した司令塔に行ってください。それはあそこにあるんですよ、その P2 フリーメイソンロージャーのイタリアの、連中です。あとスイスのあの連中ですから、問題は日本ではありませんので、日本は絶対に北朝鮮を攻撃しませんので、稀に万が一誰かが北朝鮮を攻撃したとしてもそれは日本ではないので、必ずこの人たちに騙されて日本と北朝鮮の間にドンパチを起こさせないでください。ありがとうございます。その言葉がお聞きしたかったです。本当にありがとうございます。総裁どうでしょうか。うん、そういうことだね。だいずれにしてもまあ、カザルマフィアであろうがですね、ニューコートであろうが、これは隠れてるんだから、はい、表に出てないんだから。表に出てるのは米軍になっちゃってるわけだ今。だから米軍の今体制が戦闘体制の準備に入ってる。ここで何かのアクシデントで、まあ今の15作戦という残暑作戦で一発バンと何かが飛べばですよ、ドローンの飛行機で偵察機が飛んだだけでも打ち返してくる場合がある。その時は米軍基地か日本の原発か何が狙われてくるかこれは分からない。だからもう非常事態になっていることは間違いない。でその備えがこの国にはない、この我が国にはその備えがないということも事実である。だから今のような戦う体制が全く取られてないのはおかしいわけ。で、
日本はユーロシアの一員であると。